ひんやりとした体感が続いていた北日本ですが、この先気温が上がってきそうです。本田さん、いつ頃から気温上がりそうでしょうか。はい、北海道方面では土曜日、また東北も含めますと来週半ばにかけて、うん、気温の方しっかり上がるタイミングというのがありそう、はい。まあ、期間を通して言うとだいぶですね、この時期としては暖かめになってきそうですね。はい、その週間のお天気なんですけども、アイコンとそして気温の方で見ていただきますと、まずは北海道、土曜日の方でしっかり晴れの予想ということになっておりますが、最高気温札幌で28度といったような感じですね。はい、札幌ですと例年気温が最も高いのは8月上旬なんですけども、この時でも平年の気温では28度にちょっと届かないぐらいということですので、まあ、だいぶですねこの時期としては暑くなりそうということが言えるかと思います。そして東北方面見ていただきますと、こちらも向こう週間、まあ、それほどしっかりと雨が降るタイミングというのはなさそうなんですけども、気温の傾向を見ていただきますと、来週半ばぐらいですね、はい、しっかり気温ぐっと上がってくるということになりそうです。こうした気温の上がる傾向なんですけども、気圧配置の方で見てみますと、まあ、前線の位置それほど大きくは変わらず、まあ、あまりこう気温の傾向変化がないのかなというふうにも思えるんですけども、はい、このあたりですね、気圧配置とそれと上空の温度の場合わせてちょっと見ていただきますと、上空1500メートル付近の温度の場というところで見ていただきますと、12度あるいは10度のラインというのがこの白や黄色のところになるんですけども、このですね週後半ぐらいからちょっと日本海上で温度の場が高くなってきそうなんですよね、はい。そして土曜日ぐらい見ていただきますと、この暖かい空気がちょっと切り離される感じで、日本海から北海道方面、これで土曜日あたり特に北海道方面は気温の方しっかり上がってくるんじゃないかという予想。そしてこの北への暖かい空気の張り出しなんですけども、はい、来週半ばになってくると、まあ、張り出すというよりは、まあ、ちょっとこう全般に温度の場が上がってきそうということになっておりまして、このため今週末から来週の初めにかけてですね、はい、北日本方面この時期としては気温高めで経過するということになりそうです。週末からの気温の上昇で体感が一気に変わりそうです。体調を崩さないようにお気をつけください。最新の気象情報はアプリウェザーニュースでご確認ください。